ミハイロ・オブレノビッチ三世から1868年6月10日は、セルビア公、オスマン帝国に対抗して、バルカン連邦構想を衝動した。近代セルビア随一の名君として評価されている。セルビア公、ミロシュ・オブレノビッチ一世とリュビツァブ・コマノビッチとの間の次男として、クラグ・イエバツで生まれた。1839年6月25日に、ミロシュ・オブレノビッチ一世は、 長男のミランに上位したが、この時ミランは病床にあった。ミランは、間もなく死去し、ミハイロが即位した。1842年、トマ・ブチッチ・ペリシッチの率いる反乱によってミハイロは、敗位され、カラジョルジェビチ家のアレクサンダルが新たな、セルビア公となった。11年後、ミハイロは、フェレンツ・フニャリド系デリ白尺というリアジチイドジフエ、バーソン系白尺夫人との間の娘である。 ユーリア・フニャディド・ケーテリー・伯爵霊嬢と結婚した。二人の間に子はなかったが、ミハイロには、妾との間に儲けた諸子が少なくとも一人いると、されている。ベオグラードの共和国広場にあるミハイロ公の騎馬像を1858年に、福井していた父のミロシュオブレノビッチ一世が1860年9月に死去すると、ミハイロは、セルビア公に福井し、 向こう8年関係猛先生君主のごとく統治した。ミハイロは、ユーリア妃と離婚して、重視の安価オブレノビッチの娘である目掛けのカタリナ、コンスタンティノビッチと再婚したいと考えるようになり、両者を宮廷に招いて住まわせた。ユーリアと離婚してカタリナと再婚するというミハイロの、考えは、政治家や、聖職者は元より一般大衆の猛反対を受け、イリアガラ社任首相は、 離婚に反対する意思を表明して1867年に辞任した。このような不足の事態を受け、結局、ミハイロはユーリアと離婚することはなかった。1868年6月10日、ミハイロはベオグラード郊外の利休にほど近いコシュトニャク公園を、カタリナとアンカと共に散歩しているところを暗殺者によって狙撃された。ミハイロとアンカは共に死亡し、 カタリナは負傷したが、暗殺の陰謀の全貌は明らかになっていない。カラジョルジェビッチ家に黒幕の疑いがかけられもしたが、これを裏付ける十分な証拠はなかった。ミハイロの死後、両親を早くに亡くし彼の下で養育されていた、重帝のコミランが行為を継承した。なお、アンカの孫娘のナタリやコンスタンティノビッチは、カラジョルジェビッチ家のセルビア国王ペータル一世の人、 なったゾルカを姉に持つモンテネグロ王子、ミルコ・ペトロビッチ・ニエゴ氏と結婚した。エンサイクロペディア・ブリタニカ・マイケルスリー。ありがとうございます。